マグです。おはようございます。ウランです。エアです。はい、というわけで今日ははい2023年初のヘアメイク動画です。イエーイ。というわけで、去年はちょっと後半にね、毎日メイクとスキンケアをちょっと乗せて、みんなが気になってるっぽかったんで、はい、詳しく何を使ってるかとか、こういうところにこだわってますっていう動画を出したんですけど、本日は、まあ、2023年ちょっとスパンが短いんでメイクが変わってるかどうかは分かんないんですけど、まあ、最近買ったコスメだったりとか紹介したり、あとはヘアセットまで今回はやろうかなと思っております。ので、あのやっぱり毎日のヘアセットめんどくさいですけど、やっぱ初心者の子とかは、いや何を使ってるのかすら分かんないとかいう子が多かったり、使ってるけどなんか自分に合ってるか分かんない、だからちょっとおすすめのヘアオイルとか、なんかそういうのがあれば教えてもらいたいっていう声が結構あったので、そちらを含めて、だからちょっといつもよりはメイクとヘアセットなんで長くはなってるんですけど、あの見やすいように順番にあの流れていきますので、あさみちゃんが見たい方は何分からっていうのが全て概要欄に書いてありますから、一度全て見てから戻ってください。あ、そうですね、うん、あのあさみちゃんだけでいいやって言ってやられると、悲しいもんね。うちらのところ後半視聴ないみたいになっちゃうので。ちなみにエアさん、今回はちゃんと撮ったんですか、近めに。あ、カメラですか。はい、あ、ちなみにまだ撮れてないんですけど。あ、まだ撮ってない。まだ撮ってない。ちなみに明日撮る予定なんですよ。え、あ、お前もかちゃんと撮ってください、ね、あの近めにね、ちゃんと前撮った動画を見ていただいて、そうそう、私とあさみのあの画角ぐらい、そうですね、うん、ちなみにズームにしてもらって、私あのスキンケアの方やったやつ見てくれました。はい、あの画角はどうでした。あ、遠いですか。まあ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 、うん、あ、それもあとなんかあさみちゃんがなんかアップに設定してくれてたって言ってたんですけど、ああいうカメラです。あ、そうだね私のやつああいうカメラです。あ、なるほどなるほど、はい、理解です。撮りやすいようにやってもらえたと思います。近めにね。というわけで今日はゆっくりめにあのヘアセット、メイク見ていただけたらなと思いますので、はい、ぜひ参考にしてください。はい、それでは早速やっていきましょう。せーの、マグナイト。どうぞ。おはようございます。メイメイことあさみメイです。ということで本日毎日メイクを皆さんにお届けしたいと思います。最新版のね、まあ以前出した時からめちゃくちゃ変わってるわけではないんですけど、まあ新しいの見せていこうよっていう、てか普通に今日マジ顔むくみすぎてやばい。ってことでやっていきます。まず日焼け止め、大事。日焼け止めは基本ラベンダーが好きかも。なんか他の色も使ったことあんのね、ミント系とかブルー系とか、でもラベンダーが一番透明感出るから好きです。なんか最近さ寒すぎてもうイライラしちゃう。もうさ外撮影とか中撮影とか以前の問題でもうどこいても寒いもん。中でもめっちゃ寒いし、多分寒がりすぎんのかな、ね、こんな寒がりだったっけって思うぐらい寒がりで、これ塗ります。下地、なんか鼻周りとかは結構崩れやすいから、これで崩れ防止。多分ねベースは前回と一緒だと思うんだよね、ほぼ変わってない。これメイはもうベースは固定かも。結構こちら最近ハマってる食べ物があって、あ、私ハマってる食べ物がちょいちょい更新されるんですけど、最近ハマってるのがえのき。えのきって前まであんま好きじゃなかったの、でも最近めっちゃハマってて、えのきをめんつゆとみりんとコチュジャンとかで味付けしてレンチンするだけのめっちゃ簡単なやつなんだけど、最近それハマっててめっちゃ美味しいの。でも多分この動画が上がってる頃には違うものにハマってると思う。でも今の時点ではえのきにハマってる。こんな感じ、ベースは。あとパウダーで、あ、パウダーちょっと変えた最近で、使ってみたらめっちゃ肌が綺麗に見えるなって思って、最近ずっとこれ使ってる。パウダーもさ、いろいろ試してるんですけど、結構ね、浮気性パウダーに関してはいろんなの使いたくなっちゃう。鼻周りとか細かいところ塗るときは資生堂のこのブラシ使ってます。やっぱ崩れやすいところはなおさら丁寧にやらないと。これ使います。アイシャドウしたやつ、アイシャドウ、これちょっと前回と違うやつ使います。メイは最近はアイシャドウをちょっといろいろ毎日変えてるかも。あ、順番ぐちゃぐちゃになっちゃった。やっぱり続いてあのノーズシャドウします。
それで最近購入したハイライターがあって、これキャンメイクのムニュットハイライター01番と02番なんですけど、最近これめっちゃ使ってる。これ超綺麗なの、ツヤが。こっちは01番はちょっとまあギラギラめ、結構強い。だから撮影の時とかはこれ使う。でこの02番は結構肌なじみがいい系なんで、今日は02番使います。昨日も撮影の時01番使ってたの。そしたらメイクさんに、ハイライトめっちゃ綺麗って言われて、何使ってんのって聞かれた。これめっちゃ綺麗なんですよ、目頭と。こんな感じ。え、本当はここにも塗るんですけど、最近気づいたことがあって、そのアイラインを描くときに、ここをこうやって持ちながら描くのね。それが描きやすいから。でその段階でここに先にハイライト入れてちゃうと、ここがよれちゃうから、最後ここの C ゾーンのハイライトはもう一番最後に入れます。ということで次アイメイク。どうしよう、今日はちょっといつもと違うメイクします。まあ、毎日メイクって言いつつもいろいろ毎日変わってるんで、今日はこれだよーっていうメイクしますね。ねえ、すごくない？アイシャドウでさ、こんなに底見えしてんの。これね、多分メイが本当にメイク、アイシャドウとかちゃんとやりだしたぐらいの時に買ったやつで、毎日これ使ってて、これ使う。すごい使用感が。このね、このピンクの色はめっちゃ好きで使ってたの。なんかピンクすぎないブラウン系ピンクが可愛くて、こんな感じ。そんでこれアイメイクのグリッターオーロラをアイホールにのせます。中心に、上のまぶたの中心にこのラメとか入れると、目元にちょっと立体感が出て可愛い感じになるので、やってみてください。おすすめです。で下まぶたは一旦これのこの下の真ん中の色でちょっと影を描きます。目こうやってやった時に影になる部分、軽くね。でこのパレットのここの色でちょっとここの下まぶたの色を落ち着かせるっていうベースを作る。まあ、ナチュラルにしたいときはこれだけでもいいんですけど、今日はちょっとこのグリッター、まあ、いつも使ってるんですけど、こうやって力入れて描くと描きやすいですね。マジで可愛いよね、このグリッターのラメ感。こんな感じです。でも私は、まあ、将来的に A メイクがもう商品だけでめちゃくちゃ認められるようなブランドになりたいと思って、今買ってくれるきっかけは私が作ってるプロデュースしてるコスメだからっていうので買ってくれる方結構いると思うんですけど、まあ、そうじゃなくても使ってもらえるようなブランドを目指してます。物だけでこれめっちゃいいって思ってもらえるような、極端な話 A メイクのコスメというのを言ってなくてもいいこれって思ってもらえるような、そんなブランドを目指します。あ、またメイク動画忘れてた。マスカラ、これもうリピ買いした。いろいろ集めてんだけど、基本はこれかな。なんか繊細なまつげが作れるからこれおすすめ。そう、まつげもめちゃくちゃ聞かれるんですけど、まつげ美容液は何使ってんですかって聞かれるんですけど、マジいろいろ使ってんの。最近使ってんのはエマーキット。他に使ってたのはキャンメイクのも使ったことあるし、マジョマジョのも使ったことあるし、まあいろいろ使ってます。やっぱ継続は力なり。毎日塗ってます、夜ね、寝る前とかお風呂上がりとか。あとね、メイクしない日は日中も塗ってる、朝のスキンケアの後とかかな。でなんかこの前 YouTube のショートでそのまつげに爪楊枝何本乗れるかチャレンジみたいなやつやったので、そのタイトルにまつエクじゃないですみたいな書いてたの。まあ、自まつげにマスカラしてた状態なんでそれで書いたんですけど、そしたらコメントで、まつエク絶対まつエクで草みたいな、やがましいわと思って。まあなんで私のまつげめっちゃ長いよみたいな、そういう情報でした。はい、ってことでアイライン描きます。Aメイクのソフトブラックで描きます。すいませんね、ちょっとアイラインに関しては真剣にやりたいと思うので、ちょっと映らないことをご了承ください。
できました。アイライン最後仕上げにハイライトを C ゾーンに入れます。わかるかな、このツヤ感がめっちゃ可愛いの。 OK。 あ、やばい、もう一個忘れてた。最近ね、ちょっとやり始めたことがあって、この目のここ、ここね、ここにそのピンク系のラインを入れると漏れるみたいのを見て TikTok で、で最近これ使ってここに入れてんの。まああんま入れてる感はないんだけど、でもね結構入れると漏れるんですよ本当に。でちょっと目尻にもこれを軽く入れると目元がちょっと締まって見えるから、ぜひやってみてください。で最後あの眉毛なんですけど、眉毛はちょっとヘアセット終わってから描きたいと思うので、ちょっと一旦ヘアセットします。はい、ということでヘアセットします。まず使うのがこのパウダー。これはちょっと前髪用にしてるんですけど、その寝てる間に皮脂とかが出て前髪が結構ベタベタしたりするじゃん。でそういう時の対策として前髪にパウダーつけてこうやってわさわさするとベタつきが収まるんで、これ結構毎日使ってるかも。でこのこれ水ね、これで前髪をこう根元から濡らしちゃう。やっぱね寝癖ついた時は一回濡らした方がいい。アイロンだけだと根元がうねったままなんで。で乾かします。で私はちょっと右側がなんか多分生え癖でめっちゃ浮いちゃうから、いつも2回ぐらいこれやります。続いてアイロン入れていきます。アイロンはヘアビューロンです。でも軽くね、もうアイロンちょっと通して毛先ちょっと跳ねさせるぐらいの軽い感じで外跳ね。もうこんなめっちゃゆるい感じで外跳ねしてる。いつも結構そのメイクさんにヘアセットしてもらうときはウェーブ系の外跳ねが多いんですよ。こういう感じの外跳ね、一旦こうくびれさせてみたいな。でなんか自分でやるときはストレートが多い、そのウェーブができないっていうね、自分ではそれだけの理由なんですけど、とりあえずストレートにして毛先だけちょっと跳ねさせるみたいな。こう一旦3等分にして前髪を真ん中と左右ね、サイドで左右はちょっと流す感じに巻きます。こうやって軽くだけどこんな感じでこうなるように。でまあ真ん中はちょっと軽く内側に入れるぐらいにして前髪もちょっと切ったから、前もうちょい長かったんだけどちょっとヘアセットしやすくなったかも。でまあ最後修正をして、でこのワックスで毛先をちょっとウェットにするっていう。これめっちゃいい匂い、匂いが好き特に。でちょっと残ったワックスで前髪も軽くつけます。でラスト仕上げにこれ使います。これアホ毛をさ抑えてくれるやつ、こういうやつで、ここら辺のアホ毛が気になるからとか、あのポニーテールした時とかはサイドの髪の毛がパヤパヤしちゃう時とかにも使います。こんな感じでアホ毛を抑え込みます。はい、ラストの仕上げにこちらで眉毛を描いていきます。私眉毛は眉毛アートしてるので、そのベースの形はもうできてるんで、ちょっとパウダーで軽くなぞるぐらい。いつも眉毛アートは今までで一番やってよかったって思う、あの美容のやったものの中で。まあ松葉とかも結構やってよかった。で最後にこのリップを塗ります。これリップモンスターのさ新作なんですよ。でね思ったより結構濃い色なんですけど、軽くねポンポンするぐらい、こんな感じ。これねベタ塗りすると結構濃いの、こういう色なんですよ。これだとちょっとね濃すぎちゃうからポンポン塗るぐらいにしてます。ってことで毎日メイク完成いたしました。ヘアメイクもち
とさ、今髪が色落ちしてきて、ちょっとシルバーっていうよりなんていうの、なんかベージュみたいな色になってるんで、なんか合わせて服もベージュの服を選んでみました。ということで、まあ前回のあの毎日メイク出した時からめちゃくちゃ変わってるわけじゃないんだけど、でもまあ気分によってアイシャドウ変えたりリップ変えたりとかいろいろやってて、まあそれがメイクの楽しいところかなと思うので、皆さんもぜひいろいろ試してみてください。ということで皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。プリーズチャンネル登録。はい、というわけで本日はヘアメイクということなんで、髪の毛までやるんですけど、まずメイクからやります。まずこちら、多分前もねこれは紹介してる、モンジョンヨ、まあ、これはなんか貼って、なんかね貼ってくださいみたいに言ってたんですけど、私は結構時間は置かずこれを使ってあのペペって拭き取りみたいにするだけです。なんかあれと一緒、化粧水と一緒、なんか貼って何分か置くのもいいですよみたいなやつだから、まあいいかなと。時間があるときはほっぺただけ貼ってとかあるけど、なんかね多分そこまでなんかめちゃくちゃ変わったっていうことはほぼない、ほぼないんだけど、ちょっとだけ変わってるとこはあるかなって感じ。これが保湿リップ、なんかモアリップがもうなくなっちゃって、でこういうなんかクリームタイプのリップがいいなと思って探した時に、ワセリンのペトロリウムジェリーリップ A っていう、なんかこれをアマゾンで発見して大量購入したんで、うん、全然荒れたりしないからこれでもいいかなと思った。はい、塗っとけましょう。カサカサすごいからね、乾燥がね。こちら下地、スキンアクアトーンアップ、トーンアップ UV エッセンスラベンダーです。塗ってきます。マジでほぼね、なんか季節によって変えるとかほぼないし、なんか決まったメイクをずっとしてる感じ。資生のスポーツカバーファンデーション、これもあさみがいいよって教えてくれてからもずっとこれしか使ってなくて、気になるところにのせていくっていう、気になるところをポニ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 します。ポニポニしたらファンデーションはディオールのフォーエバーパーフェクトなんちゃらってやつ、これを中心から外に塗って、私の去年のね、あのメイクさんにメイクを直してもらうっていう動画を見てくれた方いると思うんですけど、マジで私は、まあ、基本的には雑っていうことが分かって、あなた丁寧にやった方がいいよって言われてたんですけど、もうそりゃそうと思って、だってさ10分15分でメイクが終わるって相当じゃん、早いって言われるけど、ってことはもうほぼ手抜いてるってことなんです。手抜いてるから早いだけで、別に丁寧にやったらもっとかかるのは自分でも分かってた。でもやっぱね、ギリギリまで寝たいとかそっちの方が勝っちゃって、だからね、結構ファンデーションとかもそんな綺麗に塗ったことなかったんだよ。でこちらワンちゃんよ、フェイクシングブラーパウダー02番フェイスパウダーです。めっちゃ結構サラサラしてて、でめっちゃ出てきちゃうから気をつけた方がいい。蓋でね、いつもポンポンしてから塗ってます。なんかもう一個のピンクい方もあるんだけど、それ結構白くなっちゃう、これがちょうどいい。ベース完成。結構私はサラサラっていうか、あのペタペタ感がない感じが好きなんで、パウダーは結構しっかりやってまーす。じゃあ次眉毛ね。眉毛もね、散々なんか自分でやってて、なんでこうにも眉毛が濃いだってずっと思ってた。でもやっぱプロのメイクさんは違う、ぼかすんだ眉毛を。私は何回も言ってるんですけど、眉毛は自分で整えると大変なことになってしまうので、ちゃんとお友達の眉毛サロンに通っております。なのでもう私が描きたい形に整えてくださってるので、それに沿って色を入れてくっていうだけの作業です。目尻から、目尻違う、眉尻から入れてくんだって。眉尻はこういう方がいいらしい。でこの逆さまにしてグラデーションみたいな感じにするんだって。こん
な感じ。続いてこちらも変わりません、チフレのツインカラーアイシャドウ2色パレットのやつです。これを筆で描いていきます。こっちの薄い方の色をベースにしてます。私は前までこれを指で塗っておりました。やっぱねブラシとかの方が綺麗につく、ムラがなくなる。で目をね大きく見せたいとき、私いつも本当に目幅ぐらいしか塗ってなかったんですけど、ちょっとオーバー目にこんな感じです。でちょっと下まで3分の1、2ぐらいまで描いとこう。はい、もうなんか目はっきりしていきたくない。で最近使い、本当これ新入り使ってんのが、なんていうもの、 ZEESEA のリキッドアイシャドウ01番、これアイシャドウだよ。だからリキッドアイシャドウの使い方あんまよく分からなくて使ったことなかったんだけど、直接つけちゃうとね、なんかベタって、なんかあんまうまく、あんま分かんないよく分かんないから、これを手に取って中心から全体に塗ります。塗ります、わかる？ほらこれをちょっとベースで塗っといて、ここにこの赤い方を二重幅塗っていきます。これも前言われた通り、ちょっとね、自分のアイシャドウ描く、アイシャドウアイライン描くぐらいまではいかないけど、ちょっと伸ばしで描きます。こんな感じです。はい、そしたらちょっと今日はピンクを足したいので、キャンメイクパーフェクトスタイリストアイズ14番、めっちゃこれ使いすぎててさ、やばいね。これの濃い、一番濃い赤を目尻だけ、すごい。そっちたら涙袋塗っていきましょう。こちら A メイクです。 A メイクのグリッタースティックヌード、はい、これを目頭に塗っていきます。 A メイクは結構ね密着度高いから、ラメが落ちてくるとかそういう問題がないのに、キラキラしてくれるのですごく助かってます。そして最近は涙袋を描くようにしてる、シピシピのシークレット極みライナーライトブラウン、これを涙袋のなんかこうやって自分が描いた涙袋の下に影みたいな感じで入れます。でもこうやって使うんだと思うんだけど、ほら全然違くない？こっちの方がぷっくりしてるよね。でこっちも入れます。あんま長めに引かなくていいっぽいけど、こんな感じ。あ、すごい、ぷっくりいい感じ。だけなんかお目目プロプリっていう感じにしたいから、こちらロム&のリキッドグリッターシャドウです。これはシャドウなんだけど目の下につけるよっていう感じですね。黒目の下だけにこれをのせます。うるるんメイクにはまってるの、こんな感じで、ほらグイン、はい、こんな感じ。そしてこのまぶたの上もこのやつでを手に取って、まぶたの、まぶたっていうか黒目の上を中心にちょっとラメを追加します。こんな感じ、こう山があるようにしたい、目に立体感ってやつ。そしたらハイライト、セザンヌのパールグローハイライト01番です。で前までこの刷毛、この付属でやってたんだけど、細かいとこ塗るにはなんか結構細い方がいいなと思って、斜めのブラシ、斜めってるブラシを使ってます。でまず鼻筋、もうこのこの部分だけ、ほらすごい、でもこれ前もやったと鼻頭、ちょっとさりげなく T ゾーン、うわすごい。あと私はここに入れます。わかる、うわすごいツヤってる。なんかやっぱ入れすぎた時とかね、本当にえぐいから、少量ずつちょっとずつ足した方がいい。ほら綺麗、私はなんかここら辺にも入れた方がいいってメイクさんがね言ってたんで、こうやって入れます。次チーク、チークもこちらジルシチアートブルームミックスブラッシュコンパクト01番、チークカラー、これはなんかで見せたかな、こういうやつなんですけど、混ぜて使います。オレンジコーラル系のやつが入ってるんですけど、これも混ぜて、私こう入れるんですよ、このここにふわっとこんな感じに入れてるの、なんか斜めに。でもほんとさ、チーク薄くなったよね。私アイライン引いていきます。アイラインは A メイクのマットリキッドアイライナーダークブラウンです。やっぱね、私結構暖色系のものを使うことが多いので、
黒いアイラインだとちょっとねやっぱラインが浮いちゃう。でいつもこのブラウン系のやつにお世話になってるんですけど、馴染みがいいし本当によれにくい。私は目のラインに沿ってあんま跳ね上げとかせず、もうこのままちょっと延長するぐらい、目尻だ、目尻からこんな感じ。わかる？見える？難しいよね、ラインって。ラインもね、眉毛と同じぐらい調子がね、ラインしただけで全然違うでしょ。そしてこいつはね、新入り。あ、もうね、結構前に買ったやつだからめっちゃハゲハゲなんですけど、キャンメイクのクイックラッシュカーラーっていう、これは赤ボルドのやつで、まあ、ブラシ型なんです。わかる？こんな感じの色、なんか漏れるのこの色。いつもは黒、黒かな、ブラウン系、黒、黒かなを使ってるんですけど、この色なんかすごい、なんか動画映えっていうよりか写真映えする目になる、なんかわかんないけど、これをまつげに塗っていきます。でも結構ねダマっていうか、あのいっぱいつけちゃうとダマりになるので、そこは調整しつつ、これお気に入りで、でこれも下まつげになります。下下、はい。というわけでメイク完成です。今日はこんな感じの、あ、リップしてるじゃん。はい、こちらはルージュココフラッシュの96番。私はルージュココの446番しか使わないんですけど、これは欲しかったこのシャネルのケースがあって、赤いリップケースみたいな、それをよく使うんですけど、それの中に入ってたセットで選ぶことはできない、もう入ってたやつなんですけど、結構私的には好みの色だったんで、たまによく使います。でも基本的にはルージュココ446番を使っている。でこれが紫がかった赤みたいな、紫っぽい、うん、うちがすごい好きな色なのに、こんな感じ。てなわけで今日はこちら、髪の毛はビダルサスーンの26ミリかな、32もあるんですけど、32をクレマグハウスに置いてて、お家は26でしかないっていう今状況で、今日は前髪がねすごいことになってるので、前髪を直すとこからやろうかなと思います。これを使います。寝癖直し、もう前髪だけ直したい時とか、ちょっとうねってるとこだけ、前髪かな基本的に私が使うの。これはプロカリテまっすぐ潤い水ミルクインヘアトリートメントなんですけど、これはあのアサギーニョちゃんが、私すごい動画見てるんですけど、アサギーニョちゃんもねすごいの、寝癖が朝そういう動画で使ってて、これで直してますみたいな、で買ってみて、そっからいい匂いもするし、前髪だけ直したい時はいつもなんか水濡らすより、そのヘアトリートメントだからなんかサラサラになる気がして、なので根元からまでつけます。はい、完成。すごくない？綺麗でしょ。今日はストレートで巻いていきます。でまず前髪からやるか、もう目見えないもんね。あ、今多分ずっと気になってると思うんですけど、ママいます。なんか一緒に住んでんじゃねえのみたいな、ママなのそれ本当にみたいな感じがたまにあるんですけど、ママです。家のことをやってくれていて本当に助かってます、ありがとう。ということで私のストレートアイロンはリファです。これも聞かれましたね、何使ってますかのストレートアイロンで、まず前髪から、まず真ん中持って、こんな感じ、ちょっとだけ内に巻きます。ちょっとだけ、あんまりギュリンってやるとほら、あー巻きすぎたって感じ、ちょっと伸ばす、ま、めっちゃ巻きたいわけじゃなくて、内に入れたいだけ。ちょっと熱を通すから。だからやっぱ前髪が長くなると重くなっちゃうんですよ、前髪がね。これちょっと長めのやつは外向きにします。はい、前髪完成。今160度でやってます。で次これ使います。こちらは今日はね、私が年末ぐらい、なんだろう、去年の後半ぐらいからハマってた髪の毛で、あのクリップを使ってやるやつなんですけど、いつもねめんどくさくて、こう後ろでクリップ使ってたの。でも後ろでやるとなんか見えなくて、可愛いクリップを見せたいのに見えなくて、ちょっと嫌だなっていう時があったんですけど、私のまだ、ね、これに収まってないぐらい
いろんなところに散らばってるんですけど、ほぼ SHEIN さんとかで買ったやつ。なんか普通にまかないでやっても別にいいんだけど、まかないとやっぱりなんかアレンジ感がないので、これはもうめちゃくちゃ適当に巻いても可愛くなるやつなので、だから巻きが上手くないよとかいうロングの女の子もできるんじゃないかな。まず2つに分けて3等分ぐらい本当にざっくり巻きます。これもう内も外も関係ない、私が自分ができる巻き方の方をやってください。私は結構外し巻きしちゃいます。で毛先まで巻いて、そしたら放置、2個目取って、私はミックスにしますね。内とか外がよく分かんないから、でこれはもう毛先だけやってれば OK なんで、あの上の方まで巻かなくて全然 OK。 こうやって巻きます、外します、で、はい、投げます、はい、これでもう片方完成、じゃじゃーん、こんな感じで、こっちも同じくやっていきます。適当に取って毛先だけ巻きます、はい。これはね多分ね、温度とかあんまり分かんないですけど160から180ぐらいでやってます。あんまね高いのは良くないって言うんですけど、あんまりこだわりないですね。巻きました、したらもう巻きはしない、こんな感じで。でもねこの毛先だけ巻くのも全然可愛いと思うんで、もしこの毛先だけ一周巻きぐらいした時はこの顔周りだけ一回巻いてあげるとすごく可愛くなると思うんですけど、まあはい、こんな感じで毛先が巻けましたと。そしたら自分はこっちがやりやすいのでこっち側にするんですけど、全部一回まとめます。でこれを耳の真下、耳の真後ろ、髪の毛をまとめます。そしたらニャンニャンの方に手を回しながら、こっちは押さえて、反対は、はい、ニャンニャンしてください。ニャンニャンニャンコロニャンっていう感じ、はい、こんな感じね。したらそのまま上に上げるでしょ、して、そのこれを半分にする、わかる、ほうほうほうで半分で、この時にこの巻いた部分がちょっと見えてれば可愛いので、ここを挟んで後ろもギュッと挟んであげるとこんな感じ。そうするとなんかゴム使わないしアレンジとかあんまいらないけど、モフッとしてるから横に見えて可愛いみたいな。どう、簡単じゃない？多分練習して何回かやれば結構すぐにできるようになるし、あとここにモチーフがついてるやつだったり、今日は白でやってますけど、私が好きなモフモフだったり、多分動画見てくれればわかる、ここにひまわりついてたりする金のやつとか、なんかそういうのをつけると可愛いかなと思います。てなわけで私のメイクとヘアセットこんな感じです。うなちゃんのヘアセット見たいみたいな感じの方は結構多かったんですけど、本当に適当ですよ。なんかそう見えればいいかなっていう、楽して難しいことはせず可愛くなろうよっていうのがモットーなので、これも多分え難しいよって思う人もいるかもしれないんですけど、練習すれば結構すぐにパパッとできるようになりますから、こんな感じです。では私は以上なので、エアちゃんにバトンタッチ。エアちゃんちゃんと撮れてるかな、プリーズチャンネル登録ということで、私の2023年毎日メイクプラスヘアセットの回、イエーイ。ということでですね、皆さん今回は近い状態でお送りしてるんですけれども、どうでしょうか。私は今から毎日メイクの方をやっていこうと思います。結構変わりました、はい。でこんなに多分ね、いや結構ね化粧コロコロ変わるだと思う、なんでちょっと前回とは多分ちょっと違うところがあると思うんですけれども、皆さん真似してください。まずこちら、やばい、こちらを使っていきます。カネボークリームインデイです。これは化粧下地ですね。前さディオールのやつ使ってたと思うんですけど、もうなんか私極度の乾燥肌ということで、あれだとなんか顔がパサパサになるわけですよ。なんでこれを顔全体に塗っていきます。でこれは日焼け止めも入ってる。ピント、ランコムのリキッドファンデーションです。これを使っていきます。その前までは超ツヤ肌用のファンデーションを使ってたね。でもこのカネボーのやつがすごい
保湿すごいからさ、これとツヤ肌用のファンデーションを使うと結構なぐらいテクテカになるの。だからちょっとそれは控えたいということでこれを使いますわ。あ、なんかパキパキかな。何なんだろう。ケイトのラスティングデザインアイブロウです。これを使っていきます。アイブロウは基本ずっとこれかも。これちなみに色はね BR の1番です。てか見て、眉毛さあれした、脱色した、さっき。で、私の眉毛は平行眉でもなくて、なんかちょっとアーチっぽい眉にしてます。なんか平行眉が似合わなくて、とアーチ状のこういう眉毛にしてる。こんな感じ。そしたらここになんか色を塗るみたいな感じ。今まばらだから。さあこちら、ペリペラのインク V シェーディング01アーモンドブラウンです。これちょっとあのシェーディング用でも使ってるんだけど、眉毛用でも使ってる。ここの色とか取って濡れてない部分埋めていく。パウダーだけだとさ、ちょっとなんかあの夕方頃になってくるとなんか落ちちゃったりするじゃん。だからちょっとペンシルでも色を薄く塗って、その上にパウダーをするとマジでなんか眉毛って取れにくい。おすすめでございます。これ使います。これ名前なんだっけ、調べて。これマジでずっとこれ超いい、本当におすすめだよ。そう、最近は二重の幅を狭くしたの。前さ、めっちゃなんかもうここら辺くらいからさ、ここら辺くらいから作ってたのね。二重の幅が狭い方が盛れるってことに気づいて、最近ずっとちょっと狭め、これくらい、こっちの方が似合うし盛れるなってことに最近ようやく気づきました。こんな感じで二重はちょっと自然な感じにしてます、私最近。次これです。アディクションザアイシャドウマット 004M です。これはさ、結構エアのさメイク動画に出てきてるよね。で、これをこの二重幅に塗るの。二重幅？ここアイライナーを塗ってく。こちらです。 A メイクマットリキッドアイライナーダークブラウンを使ってきます。 A メイクはあさみさんのプロデュースブランドです。コスメブランドです。自然できますか今日は。こんな感じ、なんか自然でしょ。反対も同じようにしていく。こんな感じ。そしたらこちらアイパレットローズです。これね、ドンキで買ったんですよ私。なんでドンキに行けば全然あると思います。こんな感じで、ちなみに使う色はこの、 あのキラキラついてない、キラキラがない方のこのマットのやつ、ここと、ここを使うよっていう。これもまあ別になんか自然でいいんじゃねみたいな感じです。したらすいません、きっとなくて、サナエクセルスキニーリッチシャドウ SR04 番です。すいません、本当になんか蓋もないよみたいな状態なんですけど、結構これも使ってて、この白の部分をさっき塗った涙袋の上にちょっと重ねる。うん、塗ったらこんな感じです。したらこのさっきのアイブロウ、ここ描いたこれのペンでこの線を描く。したらね、そう、これさっき涙袋に塗ったやつを筆みたいなのに取って、さっきのね同じ色を筆に取って、このこういう大きく二重幅に塗る伝わるよね、この大きく二重幅に塗る。二重幅じゃない、アイホール全体。しゃー、別にこれもなんかそんな濃くなくていいんですよ、薄くで。これを使うの次、クリオ PR アイパレット03番コーラルパークです。ここの色とあとここのピンク、なんか全部ピンク。でこれもなんか目尻をちょっと濃いめにこうやって塗ってあげる。こんな感じで、じゃじゃん。そしたら反対も塗ってあげる。こんな感じ。したら次は涙袋。さっきやっちゃえよって多分思ってますよね。すいません、私結構順番バラバラなんです。大変申し訳ないですね。
したらこのこれを使うルナソル 3D メンショナルアイズ、ここの色を使う、これを筆に取って涙袋に重ね塗りする。また筆みたいなのを取って、次はまたルナソルなんですけど、このさ、これとこの上、これを混ぜて、この何、ここにこんな感じで塗ってあげる。これをこんな感じでやってあげることで、目尻にこうやって塗ってあげることで、ちょっとだけ目がなんか大きくなるよっていう。そしたら眉毛を上げる。眉毛じゃない、まつげ。本当にしっかりしないよ自分。こんな感じで上げていく。エアはさ、マツパとかさ、めんどくさくていかない人なんですよ。なんで自分でこうやって上げてるんだけど、やっぱビューラーってさ、まつげ抜けちゃうよね。あんま良くないと思いながらも前さ上げてる。そしたらヒロインメイクロング&カールマスカラ、こちらを使っていきます。前までさ茶色のマスカラとか使ってたんだけど、やっぱ黒の方がね、なんか目が強調されて良いってことに気づいたので、私はボリュームとかじゃなくてロングタイプを使ってます。こんな感じだよ。みんなどうかな。3アドバンスドエシリアルスムースオペレータールースパウダー02番です。これをこういうなんかちょっと筆みたいなのに、なんかここと鼻周りと口周りだけに塗る。それ以外は塗りません。あれします。私の大好きな時間がやってまいりました。シェーディング、この眉毛のやつやったやつで、こういう筆に取って、もう削りまくりますよこんなん。したら次はノーズシャドウやっていきます。ノーズシャドウは結構私力入れてます。さっきの同じやつで筆に取って、こうやってあの濃くならないようにちょっと薄くこんな感じで、そしたら眉毛のこの下をこうやって塗ってあげる。なんかとりあえずこんな感じで、なんかこうこうみたいな、こうなるように描くんですよ。そしたらハイライト、キャンメイククリームハイライター03番です。鼻筋 と鼻のここ、てっぺん とあとは頬、ここね、で唇の上と、なんか顎に塗るよ。あとなんか眉毛の上もね、ちょっと薄く、これはこんな感じで やるだけ。したらこれさ、あれじゃない、今回お初めましてのあれだよね、ディオールバックステージフェイスグローパレットです。これはあのマグネッコの方が私の誕生日プレゼントに送ってくれました。ありがとうございます。本当に大切に使ってます。この色を使う、緑の隣のこれ。したらさっきクリームハイライトをこう入れたじゃないですか、その上にまたプラスしてこうやって入れてくる。本当にハイライトをね塗りまくって、重ね塗りしまくってる。したらごめん、まだ塗るよ、ハイライトは。結構ね、命かけてた。これ、ディオールスキンフォーエバークチュールルミナイザー。これを塗っていきます。これもね、これね、確か去年の私の、去年ってあれか、2021年の私の誕生日プレゼントにマグネコがプレゼントしてくれたんですよ、これ。誕生日で。これもね、めっちゃ使ってるのに全然なくなんない。超好き。これは、中こんな感じ。これね、超キラキラするの。すごくない？これも今までハイライトを塗ってきたところに重ね塗りしてく。塗りまくってるから。そしたらチークいきます。チークはこちら、アディクションブラッシュパール 001P です。これを筆に取ってこうやって塗る。これもね、最近ね、なんかチークちょっと薄く塗ってる。結構ガッツリ塗ってたんだけど、こんな感じ。リップはね、これ塗ってるの最近、マックレトロマットリキッド。これちなみにね、あの Amazon で買ったの。これ
これを塗っていく。これ結構マットなんだよね。あら、わかる？なんかこんな感じ。背中からちょっと塗りすぎるとマジで顔色悪いみたいな感じになっちゃうから、薄くこんな感じ。マットってことは私の好きな感じではないじゃないですか。なんでこの上にこれを重ねます。シャネルのルージュココグロス774です。見てもうないの、買わないといけない。これねマジでいいよ。なんか超唇がプルプルになる、本当に。これをこうやって重ねて塗れるな、こんな感じで。そうするとマットっていうかちょっとツヤっぽくなるでしょ。以上ですね。したら今からヘアセットの方をしていきたいと思います。使うアイロンはこちら、何でもいいです、ストレートなら。ねえ、エア最近ねちょっとセンター分けみたいなのハマってて、今日ちょっとそれしようかなって思います。でこうやって一回全体的に髪通します、こんな感じで。でなんかよくエアちゃんの髪でなんてオーダーすればいいんですかみたいな、インスタ DM いただくんですけども、なんてオーダーしたいんだろうねこれ。でもエアはね毛先重ためのショートにしてるから、結構なんか見てわかると思うんですけど、毛先めっちゃ重いじゃん、毛量多いと思うんですけど、これわざとです。毛先はあの量多めでみたいな感じで言えば多分私みたいな髪型になると思いますよ皆さん。こんな感じで、こんな感じで全体的に通して、で軽くちょっと、本当に軽くこんな感じで外跳ねする、がっつりじゃなくて。そしたら前髪超さささって感じで、こんなこうちょっとくるっとして、そしたらちょっとこういう感じでね、真ん中ぐらいでこうやって分けて、こうやってこうやって前髪でこうペタってこうなんないようにちょっとボリュームをねつけて、そしたらオイルを塗るんです。オイルはこちらリーゼプレイフルケアオイル。もうこれしか勝たんよ。これをねめっちゃ使う、いやオイルだ、多分なくなりもね早いんだよね。とりあえず3プッシュぐらいしたら毛先中心に塗って、なんかね美容師さんに言われたのが、顔周りだけこうオイルをちょっと多めにつけとけば何束感とか濡れ感出るよみたいな言われて、とりあえず顔周りは多めにつけて、ここのこことかもこうやってちゃんとつけて、そしたらもう一回2プッシュぐらいで、もうちょっと毛先に塗って、したら前髪こんな感じで。ブリーチだから結構あやしてるからさ、なんか髪にオイルをつけないとなんかパサついてる感じになっちゃうのね。だから結構多めにオイルはつけてるかも。はい、私のヘアセットは以上になります。なんかなんだろうな、ピチッとあんましすぎない、前髪とかもちょちょちょってしすぎないで、なんかもう本当になんか無造作、無造作って言ったらまあよく聞こえちゃう、まあ単純に大雑把なだけなんですけど、こういう髪型に普段してますね。はい、てな感じで皆様いかがだったでしょうか、私の毎日メイクプラスヘアセット動画、以上となります。まあなんか前の毎日メイクと比べたらちょっと、まあちょっとなんですけど、まあなんか大人っぽいメイクになったんじゃないかな、うんうんうんって思いますね。はい、ぜひ皆さんあの、まあ、参考になればいいなって思うんですけれども、私の場合参考になるかなっていう感じでちょっと不安な気持ちが多いんですけども、皆さんもぜひあの、まあ、自分に合ったメイクって多分あると思うんで、なんかあここだけ真似してみようとかでもいいんで、ぜひぜひあの参考にしていただければなと思います。皆さん本当にあのこんな雑なあのメイク動画見ていただき本当にありがとうございます。それでは皆様また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。今日も見てくれてありがとう。ぜひ参考にしてね。おやすみ。